ストーブがつく季節なんですね。いやだってもう結構肌寒いんですよね、なんもないと。確かに、もう全然気づかなかったけど、そんだけやっぱり余裕がなかった。日がね、そうの過ぎていってますよ、うん、そう知らないうちにね。まあそうです、もうハロウィンですもんね。そう、もうだからクリスマス商品出てますよね。つか年賀状コマーシャルやってますよね、なんか。あ、本当ですか。早っ。そんななのか。それが終わるとまた確定申告が確かにいろいろ大変ですよね。この間終わったばっかだと思ったらね。ああ確かにあ、ちょっと口角荒れてますね。荒れてますか。うん、なんか口の端っこ痛かったりしない。ああ、これちょっと言われてます。確かに確かに、うん、多分胃が荒れてんだと思いますよ。ああ、そうですね、多分食べ物気をつけてるのに。 あれです、多分あれです、あの鼻水を止める薬を、うんうん、ああ、そうなんだ、飲んでるんですね。そんな飲んでる薬で、ああ、そういうことか。だからなんですね。そう、ここを週末、うん、ずっと飲んでるんですよ。でもあんま効かないんで、 あ、風邪やねんだなっていう感じです。 あの風邪であの鼻水に効くやつ、うん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 、ちょっと試しに飲んでみようかなと思って。全然効かないです。そうですね、その辺は自己判断せずにお医者さんで見てもらった方がいいですね。やっぱね、口出ちゃいますね。確かに、だからだいぶ鼻終わるそうですね。そうなんですよ、かなり詰まってる感じっていうか、夜中息が詰まって、うん、あら、寝苦しいですね。起きちゃうんですよね。あ、じゃあ疲れが取れないですね。そうです。ここ1ヶ月の悩みはこれですね。なるほど。普通に全身凝ってるとその鼻とかも詰まりますし、あ、うん、治りも悪くなりますからね。免疫力弱いとこアレルギーとかも出やすいし、やっぱりこう手足をよく伸ばしたりして、体を整えてあげないとですね。そうですね、うん、と思います。いくら薬飲んでてもないですね、うん、体のほぐれがないと。そうですね、寝ても何しても多分すっかりは良くならないですね、うん、今ガンガンに頭に響いてるんですよ。すっげー効く。話すからね。私も経験ありますけど、やっぱりその疲れが残ってたり生活が悪いと、はいはい、薬じゃダメですね。ですね、うん、だから前、とりあえず風邪じゃねえんだなっていうのがなんとなく分かったんで。まあそれもそうですね、まあ多分しっかり体直して、よくほぐす伸ばすっていうことやった方がいいですよ。そうですね、多分やっぱ体が硬く詰まってるので、うん、治るものも治らない。そうですね、うん、ちょっと頑張ろう。でもいや、いるかな。やっぱその多分精神的な部分ではね、だいぶ緩まったんでしょうけど、やっぱり体がまだ、そうですね、うん、良くなったとは
その前に比べたら良くなったんですけど、だからあれですよ、本当に良くなってはないっていう、積み重ねて悪くなったんで、そうです ね、ちょっと時間もかかるでしょう ね、やっぱり気持ちからほぐさないとこの体の音がならな、ね、ならないですね。睡眠不足、うわーひーきたまだ緊張が残ってるんですね。ちょっと具合が悪いっていうか、よく寝れてないから、そうですね、鼻がどうしてもすごい力が入っちゃうんですね。快感がありますもんね。なんかいびきして書いてあるらしいですよ。ああ、いてひー、どうしてもこう鼻と詰まっちゃうと口呼吸になりますからね。あー、いてですよね。いて多分かなり痛いと思います。はい、大丈夫ですか。はい。はい、ああ響く。以前に比べるとだいぶいろいろ良くはなってますけど、はい、やっぱまだかなり、はい、あの硬いとこは硬いっていうか。また次来るときにはもう少し良くして。そうですね。うん、確か言ったと思うんですけど、四つん這いの体側伸ばし、はいはいはい、はい、とかやっていただくのいいですよ。はい、うん、まあね、まあ結構あちこちね、もうあの痛くしたり、はい、ね、だいぶこう、まあお疲れでしたからね。ポンコツだった。本当にだいぶやばいところまで行ってましたからね。はい、やばかったです。まあ。それは急には無理ですよね。改善してますけど、やっぱりまだね、油断はできないですね。ここまで持ってこれただけでも、まあでも1ヶ月にしても上出来って感じですかね。そうですね。もうライブやめたんで。大事ですよね、その、あ、これが良くないんだろうなっていうのをね、はい、なるべく、まあね、やるだけやって、はい、ちょっと、まあ、これ以上はもういいかなっていうのがあったんですもんね。まあね、動きっていうのはね、ありますからね。ね、はい、特にあれは苦手が。そうですね。
ありがとうございました。ました、また来月よろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。哲也さんのチャンネルをやっております。サーサーセラピストの哲也で元気な体でどんどんやっていきますの で、ね、よろしくお願いします。安心してフリーマッサージも受けに行ってください。渋谷でね、はい、やってますね。やってるんですよね。よろしくお願いします。はい、よかったら見てください。では See you。 See you。 あ、グッドボタンとお気に入りましたらチャンネル登録かグッドボタンお願いします。お願いします。 See you。 See you。